ナミタ水車ベトナムの小さな村のマイクロ水力発電。ドラム缶や竹製のタービンで作られている。長野県町川発電所小水力発電とは小規模な水力発電である。マイクロ水力発電、小規模水力発電とも言う。低い落差を利用して発電する台湾の低落差水力発電所特に小規模な水力発電を意味する。例えば、 用水路、消火栓、道路脇の速攻の水流、水道等々、様々な水流を利用して、発電を行う。小水力発電に、厳密な定義はないが、出力1万キロワットから3万キロワット以下を、中小水力発電と呼び、主に出力1 0 0 0ット、1万キロワット以下、また、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法。 の対象のように出力 1000kW 以下の小規模な水力発電を総称して小水力発電と呼ぶ。また、より細分化し 1kW 未満の極めて小出力なものをピコ水力と呼ぶこともある。日本では一般的には下記の表のように区分されることが多い。小水力発電の利点はダムも大規模な水源も必要とせず、 小さな水流であっても、比較的簡単な工事をするだけで発電できることに、ある。このため、山間地、トンネル内からの湧水、中小河川、農業用水路、上下水道施設、ビル施設、家庭などにおける発電も可能である。水力発電は、過去100年以上の長い歴史を有しており、技術上の課題はほぼ解決されており、自然環境への負荷が少なく、 比較的少ない出費から行うことができる。ヨーロッパなどでは、水車でこを引いていた、水車小屋が、水力発電所に作り替えられたり、水車作りのノウハウがある地域では、水力発電装置の製作に活かすことができる。また、東北省水力発電、豊田通商と連携し、トヨタ自動車のハイブリッド車、プリウスの HV ユニットを再利用し、制御コントローラーや、 モーターなどに活用し、低価格かつ高効率なシステムを発売する。600万円程度の出費を目指しており、プリウスの部品を使わない場合に比べて2分の1から3分の1となるとされ、比較的安価に製作することが可能である。かなり安定した電源として使うこともできる。小水力発電は、系統連携を行い、売電に使い利益を生むことも可能である。 しかし、日本においては、複数の省庁によって様々な規制が設けられるため、長年にわたりその普及が阻害されてきた。いわば規制や利権の歴史でもある。2010年3月31日に、総合資源エネルギー調査会原子力安全、保安部会電力安全省委員会。 小型発電設備規制検討ワーキンググループが取りまとめた報告などにより、経済産業省が所管する規制の一部、または全部が不要となったものの、一定の規模を超えると、資格者の選任、保安規定による管理等、規制が依然として残っており、規制によるコストがかかる。さらに、農水省所管の農業用水に関する規制。 国土交通省所管の観光水利権に係る水利使用の許可手続きなど他の省庁の規制は依然として残っている。小水力発電は水流のある場所であれば設置が可能であるためエネルギーの回収にも利用できる。マイクロ水力やピコ水力など発電量の小さいものだと工場、高層ビル、病院等には張り巡らされた空調、用水、 排水の高低差のある配管を利用し、その落下する水流によって、羽車を回転させ発電を行うことで、電力としてエネルギーを回収することもできる。2014年現在、日本では1設備あたり9キロワットの能力のあるビル施設内での発電設備が実用化されている。未開発の小水力発電の出力は約660万キロワット分あり、 原発1基の出力を100万 kW とすると原発6.6基分の出力が見込めることになる。河川を利用した1万 kW 以下の小水力発電の機開発、工事中、未開発の状況は以下のようになっている。岐阜県本須市の農業用水路を利用した小水力発電小水力発電の大きな特徴は設置場所にある。装置が比較的 小さいため、ある程度の水量さえあれば設置が可能である。重さわずか約1 3ラムで人が肩にかけて持ち運ぶことが可能な水力発電装置も開発、販売されている。設置場所としては次のような場所がある。蒸気以外にも様々な場所に設置が可能である。山間部の傾斜地の側溝等の水が豊富に流れている場所でも適した。 発電装置を選べば設置可能。また洗面やトイレの洗浄水で発電する製品も実用化されている。水車のタイプは主に高低差で決定する。水車、発電用水車が詳しい。日本で小水力発電所を運営している主体で一番多いのは農家などが作る水道サトネットとも呼ばれる組織土地改良区である。この組織は 土地改良事業の一環として、用水路の管理を行っており、水を利用しやすい立場にあるため、土地改良区が管理する小水力発電が日本には多く存在する。小水力発電の事業主体としては、都道府県や市町村などの行政もあり、企業局という組織に公営事業を行うことが許可され、電気を販売して利益を得ることも可能となっている。例えば、 富山県南都市の小水力発電所の最大出力1 6 0ット、年間3000万円以上の売電利益を生むなど、規模は小さくとも地域にとって小さくない有益な存在となっている。北陸トンネルでは、毎秒180リットルの湯水を使っての実証試験をしている。また、国道162号線。 京北トンネルでは、四川誘導塔を点灯させている。ありがとうございます。